どうも皆さん、キミ F です。積みゲーを崩す様を実況動画として上げていこうということで、シンプル1500シリーズザ・ダンジョン RPG 続きをやっていきたいと思います。でまあいくつか、ご報告といいますか、まあ伝えることはあるんですけど、とりあえずロードから、はい。で前回といいますか、まあ、前々回これ宝珠取ってねえんじゃねえのっていうアイテムなんかね、空欄のところがあったりしましたが、あそこがまさにそうだったのでね、まあ一応まずそこから見ますかね。これを前回、見せようと思って忘れてましたけど、こちらですね。均一の宝珠、世に均一をもたらす無二の、これ宝玉とも宝珠とも読むんだけど、これ玉でいいのかな、無二の玉。邪悪な魔術師によって近い迷宮に隠されてしまった。これもあれですね、要するにエンシャントドラゴン以外に魔術師がいるよっていう、ことの、まあ、伏線ですね。で、まあ、エンシェントドラゴンのところにも魔術師によって操られてる、まあ、このドラゴンは操られてるだけですよということで、黒幕がいるよということでね、その黒幕を倒すために52回目指してるんですが、こちら地下49階となっておりますね。はい。しか35回の時点で前回終わってたと思うんですが、なぜ49回までクリアしているかというと、まあその部分の録画に失敗しておりまして、気づいたらもう次50回だと。ただ本当にモンスターもね、まあ、分かってたことなんですけど、この知識の書で、モンスターがね残りあとこの1体しかいないってことは、もうこの辺しか出てこないだろうと、言ってたと思うんですが、実際この辺しか出てこないんですね。もうこれも出てこないね。ドラゴン、ダークウォリア、メデューサ、ニンフ、でミミック、ポイズンリザード、レプラコーン、ファントムの、まあなぜかミノタウルスが未だに出てくるんですけど、この辺しか出てきてこなくて、でダンジョンのデザインも特に変わるわけじゃないですし、ということでほとんど内容が変わらないので、まあいいかということで、すいません、ここからが動画の再開となります。で、ここから今要するに50階にいるわけですね。で50、51、52ということで、52階が、エンシェントドラゴンの時と同じなら魔術師戦になると思うんですが、今キガーですね、ご覧の通り。でまあいろいろあって、で刀は特に変わってないんですが、こちら氷の盾が回避率17というすごい値までなっているんですが、これ盾強化するときに普通回避と防御両方上がったと思うんだけど、まあランダムだと思うんですけど、数値は回避率にガンブリされたんですね、自動的に。でまあランタンの油はまあこんだけあればいいかなと思うんですが、安眠の飛躍、識別、地図の書、転移の書、転移の書、転移の杖、転移の杖、泉の杖で生命力の指は拾いましたね。これこれのおかげで飢餓になってもある程度回復できてるんですが、で、これはまあもういいかな、どうせ腹減ってる状態でしょ。高速の罠、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 罠と高速の罠いっぱい入れますが、まあ、これ使えるんでね、なるべく他の罠を優先してってやってたらこんな溜まったんですが、この状態で戦えるかどうか微妙な気がするので、魔術師っていうからにはなんかやってくんじゃないかなと。まあということで、なるべくセーブせずに地雷拾えないか、増幅大きくなるやつですね。ランタンもいらないな、言ってるそばから燃え尽きたけど。地雷の方かな。地雷も即死させられるわけではないのでね、こっちの方がいいんだよな、そうすると。ということでやってたら高速の罠が溜まってきたんですけど、でも絶対罠の中ではかなり使えるんで、転移の罠も使えるんですけど、それは結局転移の杖っていう上位互換がいますのでね、これもでも残り回数ゼロだな、まあいっか。とりあえずドラゴンは、まあ、こういう時に例えばですけど投げる、
とこうやって安全に倒せると。っていう風にねやってきたんですけども、ここモンスターハウスじゃねえか。モンスターハウスか、なんもうないんだよな。ていうか地図の書読めばよかった。そうか、モンスターハウスか。アイテム拾われる前にと思ったけど、一通り拾われてるはずだから、そうだな。倒せなかった。倒せないということはポイズンリザードに、そうだな、高速だとダメかもしれんから、睡眠杖が残りゼロだから、これ投げて蓋しておいてもらってる間に、私混乱してるのあれなんですけど、ちなみにモンスターハウスも結構切り抜けてきて、でその過程でモンスターハウス用に取っておいた犠牲の書とか、あ、別に眠らせなくてもよかったかな。多分ほとんどダメージ、そうですね、あんま食らってないな。でこれをやってきたらダメージないですからね、私には。まあ、モンスターハウス用のアイテムもあったんですけど、一通り消費してしまったんですが、まあここはとりあえずなんとかなりそうですね。このゲームはモンスター、どのモンスターもアイテムを拾うという習性があるんで、お、これはだけ使っておきましょう。武器の強化ですね、12まで上がって、さっき10だったのに、ていうか命中率が上がってくれたんですけど、それはありがたいんですよね。絶対命中率の方が必要だと思うんで、で回避より多分生命力の指輪が2つ持っててもしょうがない。識別立て、小さなパンは食べたい。回避よりも、おそらく防御力だと思うんですね。ただこういうだって今17あるんですけど、17まで来てやっとあんま当たらなくなったかな感があるぐらいですね。でもさっき思いっきり当たってましたもんね。なんだっけ、小さなパン食べる。識別はいいかな。もうミミックだった。ミミックは混乱してるから向きが合わせられるか。こんなもんかな。剣を一応調べてみるか。調べるだけいい剣かもしれないし、刀、しかも素の状態の刀か。うん、あんまり目欲しいものはなかったかな。経験値にはなったかもしれませんが、今31なんですけど、あんまりもういいかな感が強いんですよね。くっそー、まあなんかと喧嘩してない。この辺の敵はまあ2発ぐらいでなんとかなるようにはなってるんで、降りるかな。とりあえず今の装備で勝てるかもしれないですしね。いきなりモンスターハウスかよ。うーわー、どうしよう。いや1ターン目からもう任務になんか盗まれたりするから、ここは逃げるが勝ちですね。よし、しかも階段があるところに来た。
93問か。これでいけるだろうか。この隣がモンスターハウスなんですね。だからモンスターハウスに、ああまあさっきの感じで誰かに蓋してもらって安眠の企画みたいなのはいけるかもしれませんが、一応でもまあ見るだけ見てみるか。お前がそこにいるのか。しかも言っちゃったよ。まあしょうがないか。これ投げる一発はもらいますが、まあ消費することになるかもしれませんが、だいぶ動き回ってるな敵が。どんな感じよ。レプラコーン、ミノタウルスか。ミノタウルスはまあなんとかなるので、レプラコーンならいいかなとりあえず。いやこいつらなんか動き、あそっか、アイテムがあるから動き回るのか。すっごい持ってたねあいつ。ミノタウルスは3発ですが、レベルが上がってもそこまで攻撃力が上がるわけじゃないって分かったので今普通に殴りましたね。でパンがミミックだったのか、この敵がね、ミミックと知らずにアイテムを、拾うっていうのがあるらしいんで、当たってこれはいいね。これどんなもんこれで18、やっぱり回避率が上がるな。回避率だけが上がるってはことはないと思うんですよね、たったの種類によっても。怪獣識別、識別弓を調べてみるか。強い弓かもしれないし、タワーボウ、あーいらないな。ゴーレムか、使えるだろうか。これ起こすやつですね。油はいらないもん。刀がいい刀かな。ああ呪われてら誰かが地雷を踏んだな。あとは罠があるとありがたいんだが、モンスターハウスだからといって罠があるゲームでもないので、もしかここにいたモンスターが一通り踏んじゃったか、あったとしても、気配の方がいいかな。どこに敵がいるかが分かる方がこれはいいや。気配のやつってどういう名前なんだろう。動体感知か。そうだな、そこに階段が見えてるから消耗するだけの可能性もあるんですよね。あとそこの部屋ぐらい濃いな、この階は。メデューサか。落とし穴すごいあるね。これいいやつじゃなかったっけか。あ、これはいいですね。まあボスに聞けばですけども、お前か。
正直もうどっか行っててくれ。あそこにリザっぽいな。そうか、じゃあ戦うか。3発当たれば倒せるんですが、当たった、よし。でファントムですね。よし、これで降りるしかないな。さあどうなることやら。いきなりアイテムがいっぱいあるな。とりあえずまず地図を読んで、うわ2部屋しかない。あっち側の部屋にいるのかな。そうですね、待ってるな。動かないもんな。武装させてくれるのか、もしかして。混乱性、ああ、ありがたいね。91本か。治癒、ああこれはありがたいね。武装させてくれたのか。識別をちょっと欲しいな。いらんのはもうこれ2つはいらん。あと罠とかないかな。俺が踏むのも良くないですしね。これいいやつなのかな。刀、普通の刀だ。罠があったらその罠を使わせてもらうが、ないですね。よし、飢餓なのが不安だが仕方がない。行くか。弓は当たる位置ではないですね。いた。まずこれが効くかどうか。あ、かかった、マジだ。はあ、なんか随分とごつい格好をしてますけど、ハーゴン並みにこう武闘派の人だったら困るから、一回下がる下がる下がる。こっから、まあ、とりあえず弓で動き出しましたね。なんかやってくるかな。この距離までは何もやってこない。一マス空いてるんで、そうだな、まずこれが効くのが分かったからこれを投げて、で、そうですね、お前寝る？寝るのかよ。あ、これ全部効くな、この調子なら。ちょっと危ないから、あ、一回こっち側にいて、あー、くそ、混乱してるんで、俺も毎回腹減ってるな、この起きたね。そうだな、じゃあ混乱するんじゃない。混乱したね。そこにいてほしいな。高速の、わ、あ、かかったけどすぐ解いたのか。もう勝ったよ。同じ爆発の仕方をするね、エンシェントドラゴンと。すごい速いスクロール。はい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 。この世界から邪悪なるものは消え失せ、完全なる平和が訪れた。剣を捨てよ、盾を捨てよ、今やその手に掴む武器は大地を耕す、クワかなであり、稲穂を刈り取る鎌である。真の平和をもたらした者よ、偉大なる勇者よ、再びこの世界に魔が忍び寄るその時まで、この世界にお前の立つべき場所はない。さらばだ異世界の勇者よ。あ、これプレイヤーに対してのメッセージですよね。あ、この世界も平和になったからあなたは
もうこの世界には必要ないですよみたいな、まあ乱暴な言い方ですけど、そういうことですね。はい、ということでね、シンプル1500シリーズザ・ダンジョン RPG は、これで完全にクリアしましたということで、正確にはね、一回も中断せずに、クリアするとそのデータにも星印がつくので、おそらく完全クリアという意味では、星印がついた上で、52回に到達して魔術師を撃破するというのが、完全クリアなんでしょうけど、まあとりあえず積み毛を崩すという意味ではね、ここでクリアということに、したいと思います。まあうん、そうだな、エンシェントドラゴンにしても魔術師にしても、まあ楽に勝てたけど、その分、道中がきついのでね、まあこれはローグライクというか不思議のダンジョン系にはついて回る話ですけど、基本的にはザコと戦う方がきついっていうね。でこれキミエフ31世ですからね、で前回のが30世で、要するに29回、中断せずに挑んでたっていうことなんで、まあ十分でしょうと、積みゲーとしてはね。はい、でジエンドと、全てを征服したる伝説の勇者、ああなるほどね、はい、一応2位がね、宝珠を持ち帰りし勇者ということ で3位 その地下20階にてメデューサと戦えて死すっていうキビウフ27世とかの下に星印がついてると思うんですけど、これが、1回も、中断セーブをせずに、そこまで行ったよという印なんで、これをつけた上で全てを征服したら伝説の勇者や宝珠を持ち帰りし勇者もコンプリートすれば完全クリアになると思うんですが、まあそれはね、やり込みということで、何度も言うことになってしまいますが、ここで、終わりにしたいと思います。一応魔術師のデータだけ確認するかな。あとちなみに、あの右側のなんとか G って書いてある一番上だと 1742G っていうのは、あれ宝石を取った上でのスコアなので、スコアアタックっていうのも一応ありますのでね、このゲームは。まあその辺でね、やり込む人は楽しんでいくんじゃないかなと思います。一応じゃあ32戦また始めからと、また、戦いは続くわけですね。まあ、あのシンプルシリーズのね、シンプル1500シリーズでボリューム28ですから、まあそこそこ初期の方かなっていう、まあ、最初期ではないですけど、全体通すとかなりの数がありますからね、初期の作品で、でも結構よくできてんじゃないかなと思いますね。キミエフの系譜に伝えられたる知識の書と、はい、魔術師宝珠を持ち去った魔術師、世界に混乱をもたらした彼の真の目的は謎のままである。まあそうですね、特に多くを語るゲームではないですからね。はい、まあこれでモンスターは、全部コンプリートしましたね。はい、この辺のこのグラフィックとかもね、なかなかいいんじゃないかなって。このミノタウルスとか結構かっこいいですからね。この辺のグレーターデーモンとか、ダークウォリアとかドラゴンとかの大型の敵もね、ダンジョンで出会った時のあの感じとかなかなか良かったですしね。このヘビー人間的なのメデューサっていうセンスも俺嫌いじゃないですね。アイテムは、その他アイテムは多分コンプリートしてるのは知ってますね、指輪もしてたんだっけか、指輪杖もしてますね。飛躍はしてるのかな、なんかをしてないのか、1、2、3、4、4つ拾ってないのか、というよりも識別してないんでしょうね。巻物は OK、 武器も、まあ、この辺とかは多分剣の最上位のものがあるんでしょうね、斧の最上位、
ライフの最上位、探検か、探検の最上位、盾の最上位が多分これなんと思ったら、もう一個あんのかな、神の装備の一つ、この神の装備ってシリーズがあるみたいなんでね。で弓が、これ牧師の弓と風の弓と2種類ある場合もあるから、盾もそんな感じなのかな。こっちが神の装備で、で、これはまあ確か、まあ、単純に強かったんだっけかな、説明文的には命中率が高いみたいな感じですけど、これは確か矢が本当に神の祝福により輝きを放つって書いてありますけど、本当に光って照明の代わりになるっていう、結構ひねりのある武器で面白かったと思いますね。まあこの辺のコンプリートも一応やり込み要素といえばやり込み要素ですね。やっぱそう考えると1500円のゲームとしてはなかなかよくできてたんじゃないかな。まあ確か PS3 時代は、ダウンロード販売して300いくらで当時のシンプルシリーズは売ってたと思うんで、300円だとしたら十分でしょう。これは私は確実に中古でどっかで、手に入れてますけど、まあ、そうですね、そこまで、しゃべり尽くすのはやり込み要素ということで、これも3回目ぐらいになっちゃいますけど、シンプル1500、ザ・ダンジョン RPG、クリアしましたということでね、終わりにしたいと思います。どうもお付き合いいただきありがとうございました。またね、次の積みゲーに取り掛かってまいりますので、よろしかったら、またお付き合いいただけると幸いです。それでは、ここで本当に終了いたします。どうもありがとうございました。